アダム・シャオ・イム・ファは、フランス・ボルドー出身のフィギュアスケート選手。2019年フランスフィギュアスケート選手権2位。モーリシャス共和国出身の両親のもと、4人兄弟の末っ子として生まれる。父親の職業は、医師で、父方の祖父は、中国出身。2006年、先にスケートを始めていた2人の兄と姉の影響で、スケートを習い始める。 すぐに夢中になったとのこと。バレリー・ソー、コーネリア・パキエ、ナタリー・デューピー、ローラン・デューピーらに指示。2011年、練習拠点としていたボルドーのリンクが閉鎖。シャオ・イムファは、スケートを続けるため、拠点をトゥールーズに変更した。遠方のため母と共に転居し、平日は練習と勉強、週末はボルドーの家族のもとへ戻るという生活を続けた。 トゥールーズでは、ロドルフ・マレシャル、バティスト・ポケラに支持。移籍後、2014年のサンタクロース杯とトルナバ・アイス、坂月、二つの国際大会のアドバンスド・ノービス部門で優勝したほか、ジュニアの国際大会や2016年、ユースオリンピックに出場。トゥールーズに拠点を変えて6年が経過した頃、さらに新しいことが必要だと考えたシャオ・イムファは2017年7月。 フランスチームの遠征で面識を持っていたブライアン・ジュベールに連絡を取り、9月からポワティエに拠点を移して指導を受け始める。移籍後の成績で特に目を引く者としては、2018年 JGP アルメニアンバ優勝、2018、2019シーズン JGP ファイナル出場、2019年フランス国内選手権シニア2位。 2019年世界ジュニア選手権6位など、2019年4月の世界、国別対抗戦勝とプログラムで4回転のルッツジャンプを成功させ、公式試合での4回転ジャンプの成功は、トゥループとサルコーに次いで3種類目となった。ルポワトボンアダンシアオヒムファダンルグランド、ベインジュシャンプヤナディンヨーロッパ、ラヌーベルレプブレイクジュセンターウエスト、2019年3月28日、 閲覧。トゥールーズ、アダン・エプレット・アブリゼイ・ラグラス。ラディペッシュ・ジュミディー。2019年3月28日。閲覧。アダン・シア・オヒム・ FA。2018、2019。インターナショナル・スケーティング・ユニオン。2018年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月28日。閲覧。アダン・シア・オヒム・ FA。2017。 2018インターナショナルスケーティングユニオン2018年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年3月28日閲覧アダンシアオヒム FA20162017 インターナショナルスケーティングユニオン2017年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年3月28日閲覧 アダン・シア・オヒム FA ・ FA2015-2016 インターナショナル・スケーティング・ユニオン2016年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年3月28日閲覧ありがとうございます。